ベアトリックス、ベアトリックス、ベアトリックス、ミルヘルミナ・アルムハルト・ファン、オラニエイ・コール・ナッサウ、1938年1月31日対、は、前オランダ女王、在位、1980年4月30日から2013年4月30日。対位後は王女。オランダ王女、ユリアナの長女として、バールンで生を受けた。1940年、 ナチスドイツのオランダ侵略により、祖母ウィルヘルミナ女王、母、ユリアナと共に、イギリスへ亡命し、その後、東園のカナダ総督夫人アリスを頼り、カナダへ渡った。そのため、初等教育をカナダで受けている。1945年、戦争が終わると王室は本国に帰還。1948年母、ユリアナが即位して、王位継承者となった。 ライデン大学で学ぶ。1966年3月10日、ドイツ人外交官、クラウス・フォン・アムスベルクと結婚した。ナチス・ドイツの過婚から、ドイツ人と結婚することに対して、一部の国民からは、強い反感を集め、結婚式場となった、教会周辺には反対派のデモ隊が押し寄せ、爆弾が投げ込まれるなどの事件も発生している。しかし、後にクラウスは、 国民の広い人気を集めるようになった。1967年、王家では百数年ぶりの男子誕生となる、オラニエ公、ウィレムイコール、アレクサンダー王大使を出産した。ついで、ヨハン・フリーズ王子、コンスタンティン王子が生まれた。1980年、ユリアナ女王の女王を受け、ベアトリクスは女王に即位した。2002年に、ト・クラウスと、死別。 さらに2004年には母、ユリアナが崩御し、父ベルンハルトも皇居した。2013年1月28日、テレビで演説し、2013年4月30日に、オランダ王位を退位し、ミレム・アレクサンダーに王位を上位することを発表した。同年4月30日に退位し、以後の称号は王女となった。公務の一環として、 毎週首相と政治に関する会談をするため、大変な政策通である。また、貴重な性格であり、政策の面で一致が見られなかった閣僚を、解任すると警告を発したこともあった。1995年に、旧植民地であったインドネシアを訪問した際に、植民地支配は、お互いに恵みを与えたとスピーチして、インドネシア人を憤慨させた。先祖が、 常時2世に連なるため、イギリス王位継承順位810位前後、上位に誕生、死亡がある都度頻繁に変わるに位置する、継承権者でもある。なお、オランダでは、女王の日という、天皇誕生日と同様に国王の誕生日が、祝日として設けられているが、ベアトリックスの女王時代は、先代のユリアナの誕生日である4月30日と敷いた。ベアトリックスの誕生日は、 実際には1月31日であるが、屋外で行われる、祝賀行事に不向きな季節であることと、母である仙台への敬意から日付も継承したためで、ある。第二次世界大戦中、日本軍がオランダ植民地インドネシアに進軍して、オランダ軍を追ったため、戦後のオランダでは、反日世論が渦巻いており、オランダ王族が日本を訪問することは1962年の、 ベアリクスの非公式訪問までなかった。ただし、日本及び日本皇室とベアトリクスの関係は、基本的には良好である。1953年に皇太子、秋人新王が非公式ながら訪問した際に、ユリアナ女王が主催した馬品会には、当時15歳のアトリクスは出席しなかったが、1962年の初訪日後、 九百六十三年に国賓として再訪日しており、さらにその翌九百六十四年にも東京オリンピックのために訪日と急速に距離を縮めることとなった。その後、九百七十年の大阪万博の際と九百七十七年にも訪日しているが、九百八十年の即位後は世論の抵抗に合い、九百八十七年の訪日は事前に、 中止、1989年の昭和天皇崩御の際は世論を排除し、オランダからのみ王族の出席がなかった。この際は、金城天皇に対し、出席できないことを手紙で説明し、排除した。1991年10月になって、初めてオランダ元首として、日本を公式訪問した。この時も、金城天皇主催の宮中版参回のスピーチで、 オランダ植民地における大戦時の自国民の犠牲について言及している。しかしその一方で翌年3月に開業を置き換えていたハウステンボス等の現在の好ましい乱日関係を強調しているハウステンボスについては自らの居所であるハウステンボス宮殿の忠実な再現及び同盟の命名を許している。これに先立つ近城天皇の歓迎の挨拶も 歴史問題に留意したものであり、両者とも一般的なスピーチよりも異例の長さであった。2000年の天皇と皇后の法乱の実現にも尽力した。2006年夏には皇太子徳人親皇と同妃正ら一家の長期生涯を受け入れ、滞在中も主従配慮をしている。ベアトリックスの王廃クラウスは若い頃、ヒトラー有限と出会ったため、 結婚当初国民の強い批判にさらされ、適応障害に陥って苦しんだことがあった。その経験からベアトリックスは、マサコヒの適応障害のことを非常に心配していたという、ドイツ貴族の外交官、クラウス・フォン・アムスベルクとの間に三難を設けた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。